ペルソナ5ザ・ロイヤルやっていきます。まだらめ展が終了しまして、その帰りですね、リュウジが吉祥寺に行こうとのことで井上線に乗っていくんですか。この階段を登っていくと井上線だ。吉祥寺に吉祥寺に行くんならこっからだな。我が輩ワクワクしてきたぞ。おっしゃ行こうぜ。おっしゃー。お、井の頭公園の向こうが吉祥寺。ちなみにリアルは一切行ったことないですね。個性豊かな通りに様々な店が立ち並ぶ街、老若男女分け隔てなく人気がある。自分だけのこだわりを求めて、個性的な多くの店は一見新参者お断りに見えるが、来る者拒まず開放的。よし、吉祥寺は定期券の区間外だな。運賃がかかるから気をつけろよ。うぃー、200円。オッケー、行こう。電車を利用する通学のための定期券の利用区画は四茶屋と渋谷、渋谷から青山一丁目の2区間のみです。あ、はいはい。区間の外にある駅に行く場合運賃がかかるので気をつけましょう。この定期券ってさ、誰、自分で払ってんのかな。さすがに親が払ってくれるか。あの二人、新島さんに見られたよ。おお、曲がいい、曲いい。本当に吉祥寺こんな感じなの。もっとおしゃれかと思った。なんか馴染み深い商店街あるんだね。おお、ここが吉祥寺か。雰囲気から渋谷とは全然違うな。実際渋谷にはねえような店も割とあるっぽいぜ。俺もあんま詳しくねえけど面白そう。だよな、興味出てきたか。今日は用事でいねえけど、あんたちと来ても楽しそうだよな。ダーツバーの場所はそこのアーケード街より一本横の通りにあるみてえだ。よっしゃ、せっかくだし店行く前にいろいろ見て回りたいってんなら付き合うぜ。行きたい。分かってんじゃん、リュウジな。あ、そっち行くと駅に戻っちまうぞ。今はダーツバーに行こうぜ。リュウジに話しかけたいんだけどな。あ、リュウジに話しかけた身がありまして、ソーロ。あれ、もしかして話しかけらんない。マップこんな感じでごわす。なんて書いてある。銀行、銀行だとしたらめっちゃおしゃれじゃない。待って、これ地図の見方、あ、今からアーケード街に入るってことめっちゃ見られてる変なことできないな、私は分かってるから。お菓子屋、ショーケースの中見てみろよ。吉祥寺名物栗あんこクリームどら焼き。この分厚さもはやハンバーガーだな。これ何。ああ、こんにちは。案内所、周辺情報についてご案内いたします。おい、吉祥寺の街について尋ねてみたらどうだ。どうしますか。何か聞きたいことはありますか。街について教えてください。この辺りには大きく4つの通りがあって、アーケード街には揚げ物屋や文豪部店、古着屋やお寺があります。お寺もあるんだ。揚げ物屋のメンチカツ美味しいんですけど行列必至です。揚げ物屋を左に曲がればレトロ通り、シックで渋いお店が多いんです。路地の奥にあるジャズクラブ、時々有名シンガーが来て繁盛必至です。続けてください。レトロ通りを過ぎるとシュシュ通り、おしゃれなお店が並ぶ通りです。シュシュ通りにパワーストーン屋があるんですけど効果ありって有名です。それからダーツとビリヤードを楽しむお店もありますよ。興奮必至です最後がハーモニー横丁、この案内所脇から入れるよ飲み屋街です。昭和の雰囲気が感じられて歩くだけでも楽しめます。感動必至です。高校生には早かったかな。おすすめは、それでは。高校生ですよね。それだと飲み屋街を抜けた先のシュシュ通りにバーツとビリヤードの店があります。カジュアルな雰囲気で高校生も気兼ねなく入れると思いますよ大人向けには。
そっか、せっかく吉祥寺に来たんだもんね。大人向けだとレトロ通りにジャズクラブがあるんだけど、高校生は入れたかな。ごめんね、不勉強で。おすすめの有名な場所は、隠れた名所としてはアーケード街の奥にお寺があります。これ行ってみたい。来る者拒まず老若男女に門出を開いていて、悩める若者にも人気ですよ。高校生には渋すぎる話題、興味持ったいら行ってみてね。時々口を砕けるのいいね。それではお店について、ちょっと癖がじゃなくて個性的なお店としては、アーケード街にある古着屋の店長、毎朝挨拶してくれるんですけど、特別すすげた服が欲しいというなんか口調でこだわり強いんですよね。え、マジ引き取って、あ、いいね。確かにさ、だってさ、1回行動消費するのに4回しか選択できなくて溜まっていく一方じゃないかなって思ってたんですよ。売れるってことかな。ハーモニー横丁のお香屋は ご存知ですか。新しくできたお店なんですけど、聞いたこともないいろんなお香を取り扱ってます。でも危ないお店じゃないですよ。へえ。ここだけの話は、耳寄りの情報が、アーケード街の唐揚げ屋なんですけど、並ぶのはハードルが高いし、かといって夜訪れるといつも売り切れ、困っちゃいますよね。でも日曜日は他の日よりも多めに作ってるらしいんです。日曜日の夜なら。なるほどね、ありがとう。またどうぞ。おお、いろいろ聞いたぜ。ちょっぴり見識が広まったな。では今日青汁飲めないのかな。うん、知識上がった。すごいね、ちゃんとちゃんと聞いた人にもご褒美がある。帽子屋、帽子だけの店か。ものすごい数と種類があるんだな。頭何個分あるんだろうな。あのさ、私も結構帽子かぶるタイプなんだけどさ、道行く人って全然帽子かぶってないよね。だけど帽子屋ってあるんだよね。すごいよね、どこの需要なんだろう。なんかやっていけるのすごいなと思って、あんまりしてる人がいないのに。回転寿司屋。なあなあ、回転寿司屋って夢の空間だよな。だって寿司が回ってるんだぜ寿司なら俺はいつか回ってない高級寿司ってのを食べてみてえぜ。あっ、ここも入れるのか。あ、ダーツあるね。まずはこの大通り行ってみよう。これは、あ、入れる。あ、文房具屋。うん、何を隠そう、私文房具が大好きなんです。あの実写 Vlog とかも投稿してますので、よかったら見てこの店、我が輩のセンスに合いそうな品が売っている気配がビンビンするぞ。なんだよモルガナのセンスって、ま、ちょっと覗いてみるか。入ってみようぜ。やったー。いらっしゃいませ。贈り物に使える品物も揃えております。ゆっくりどうぞ。うわー、これちょ、父の日っていつだっけ。6月。ちょっと欲しいな、買っとこうかな。これ牛革のペンケース、あの宗次郎さんに。だってなんか実用的なものが好きって言ってたよね。買っとこう。復刻版万年筆、違いの分かる方。へー、8000円か、お手頃だね。なんかこう高くも高すぎもせず安すぎもせずみたいな、いい値段な気がする。万年筆は誰だろうね。絵はがき、感性が豊かな方。一応持っとくとさ、あげられる可能性があるから持っとくのはいいよね。よし、やったぜ。まさか本当に買うとは思わなかったぜ。お前のセンスにもビンビン来たとか。いやー、プレゼントしようと思って。これはテレリンワールド乗り換えキャあスマホ屋か。スマホっていろんな種類があるけど、どれも似てるように見えんだよな。我が輩専用の携帯も欲しいな。最新機種で頼むぜ。誰が月額払うのそれ。どこまで見れるかな。たい焼きのありか。うーん、魚って言ってもたい焼きだろ。こんなんじゃ我が輩満足しないぜ。けど一匹ごとに焼き上げる天然物をご提供って書いてあるぜ。なんかすごそうじゃね。たい焼きなのに天然物、天然物、たい焼きも侮れないな。どういうことちょっとよく分かんなかった。
あら、偶然ね。それだけ？ここが甘味どころ。へえ。天然水で作られたかき氷だってよ。やっぱ水道水とは違うのかな。あの凍らせた時に曇らないっていうよね。なんかかき氷流行った時は冬でも行列ができてたみたいだよな。冬にかき氷とか信じらんねえわ。まあそれは四季とそれぞれね。貴婦人、靴下屋。へえ。靴下だけ売ってる店か。ね、店中靴下ってのはなかなか壮観だな。あー今日靴下穴開いてんだった。そろそろ新しいの買わねえと。靴下屋好きですね。あとなんだっけ、チュチュアンナとか好きですね。古着の値打ち。古着屋さん入れる。おい、店の奥にキューボすすげた服って書いてあるぜ。すすげた服、うん、面白そうだから入ってみようぜ。買うんじゃなくて売るの。はいはい、いらっしゃい。服を売るなら、それはちょっと見せてもらえるかい。何取ったりしないからさ。古着屋を利用する。すすげた防具を売ることができます。元となる防具の性能が高いほど高額で取引されます。てかさ、そもそもさ、私これどんぐらい持ってんのかわかんないんだよね。アイテムタブにないからさ、入手順にしか載ってない。また1着ごとに古着屋ポイントがもらえます。ポイントは古着屋で景品と交換することもできます。攻略の役に立ちましょう。すごい、値段だけ、うんうん、お金だけじゃないんだ。シャドウから入手した衣類に反応するとは、この店員ただものじゃないぜ。40年近くやってるけど、こんな心がざわつく服初めてだね。よし、買い取ってやってもいいよ。ただし質に応じた適正価格でね。それからうちはポイントカードを発行しててね。1着につき10ポイント渡してるよ。ポイントが貯まれば景品と交換できるから、どしどし古着を売ってくれるかい。ふむふむ。買い取ってくれる上にポイントまで、こりゃいい。積極的に通ってみようぜ。景品は何ポイントなの。10ポイント、1着10ポイントで、芳香剤が特殊なもの以外の異常状態を回復。すごいね。特殊なものってなんだろう。イベント系の話かな。すごい、敵全体の命中率と2打点が全員の素早さが上がる。すごいねそれ。お楽しみ古着セット、あーそれも面白そうだね。ちょっとこれ目指してみたいな。全員ってすごいな。古着を売りたい。あー、すごい、結構お金いいぞ。もう全部やってもいい気がする。うん、古城は少なくともあんまりいらないんだよね。めちゃくちゃ持ってる。でも売っちゃおう。いいよね、売っても。だってこれ絵の具だもんね。あ、待って、これ後ろにさ、イラストあるけど、これなんか関係あるのかな。対応したキャラから落としたやつってこと。すごい、売っちゃった。売ってくれたのは19着か。うん、190ポイント贈呈だね。あんたのポイントはこれで190ポイントだ。マジ？意外な値打ち物。トロフィーがある。間違えた。なんか変な店だったな。けどちょっと面白かったかも。また覗いてみようぜ。イダテンの、あれ欲しい。交換する。ついでだし、これ面白そうだな。ボス戦の時に使うかな。よし、じゃんじゃか服を売ってくれよ。待ってるから。いいね、面白かった。ここは揚げ物屋だ。すげえ行列。このお店テレビで見たことあんな。おー、この匂い、特製メンチカツってのが有名みたいだな。ごめんなさいね、今悩んでる人のたちで、お昼の分の特製メンチカツは売り切れなのよ。よかったらまた夜にでも来てちょうだいね。この人気だもんな、仕方ねえか。けど夜だったら特製メンチカツを買えるかもしれねえんだな。覚えとく、日曜日だもんね。ゴミ、
ソフトクリームやアイスショップ、へー、コーヒー、ストロベリー、抹茶、いろんな味のアイスがあるんだな。刺身味のアイスとかどうだ？だー、やめろモルガナ、ちょっと想像しちまっただろう。リュウジちゃんとリアクション取ってくれてめっちゃ嬉しいんだけど。不動産、ワンルーム猫の値段、さすが吉祥寺だな。モルガナは猫だから賃貸とか関係ねえだろ。猫じゃねえ、ふうってなって。こっちはチェック、こっちは商店街が続くだけだな。うん、ここお寺、お寺、こうやって改めて見ると結構立派な寺なんだな。商店街に お寺があると商売が繁盛しそうだよな。そうね、柔和な顔の住職。はいはい、何かご用ですかな。ほほ、坊主が珍しい。飯を食い、空気を吸うただの人間ですよ。寺は日中なら一般の方向けに開放しております。何かあればいらっしゃい。おい、今は龍二との約束が優先だら、また来てみようぜ。なるほど、ここは立ち食いうどん、トッピングが豊富なんだな。こういうのって早く食べられるのが売りなのに、結局トッピングで悩んで時間がかかるんだよな。そっか、私もあの駅の立ち食いうどん好きだったな。なんかなくなっちゃったけど、なんかちょっとしたご褒美を自分にあげるのが好きというか。今日は奮発して立ち食いうどん食べてから仕事行こうとかね。へえ、レシートでロックを解除できるようになってんだな。こういうのって後でどこに預けたか分かんなくなんだよな。分かる。私駐車場、車の駐車場一生覚えられないんだけど。竹取物語なんだ、家具屋。へえ、なんかおしゃれな家具ばっかだな。この際部屋のソファを買い替えちゃうか、我が輩のポケットマネーで。いやモルガナ、値段見ろ値段。すまん、これはさっきの発言忘れてくれ。あー、ちゃんとしたところの家具ってことね。あのニトリ系じゃないってやつね。めちゃくちゃ壁に落書きあるね。ここはなんか名前が分かる前に店の予想してるけど全然当たんない。何これ、輸入食品店。なるほど、海外の食品を扱っている店か。なかなか面白い品揃えだな。確かに珍しいものばっかだな。ちょっと覗いてみようぜ。いらっしゃいませ、異国の味をお楽しみください。ようこそお越しくださいました。コンビーフスペシャル、味方全体すげえ、味方全体すげえ、80か、ちょっと1個あったら、うわやばいって時にいいかも。これも味方全体だ。でも結局ラストエリクサーが使えない私ですから。お、なんか買ったんだな。今度味の感想とか聞かせてくれよ。買ったセリフ聞けるのいいね。なんか絶対買っとこう。でちょっと戻って、ごめんね。全部見たいから。ここはアジアン雑貨店。こういう雑貨屋って独特の匂いするよな。俺はちょっと苦手。リュウジは子供だな。こういうのエキゾチックって言うんだぜ。あー、すっごい、もう匂いを想像できた、ありがとう。私も好きだな、どっちかっていうと。今のスルーしてたんか。見てるぞ、8番出口で見たわ、こういうの。これカラオケ？じゃあ漫画喫茶。カラオケだわ。ふむふむ。ファミリー、シニア向けの割引実施中か。結構歌声が漏れてるぞ。カラオケは平日がすげえ安いよな。あれってちゃん儲けちゃんと出てんのかな。あー、確かに。どっか行った時に安くてびっくりした記憶あるわ。チェック。おっと、大人っぽい店が増えてきたな。さ、店を探しに行こうぜ。こっちはなんか楽器店に見えるけど、ここは入れない。あー、ジャズ。今から違うよね。ジャズクラブか。大人の雰囲気が漂ってるな。モルガナ、ジャズわかんのか。すげえな。けど店は夜からみたいだな。興味あるの？楽器店。
おお、いろんな楽器があんな。俺もなんかやってみっか。リュウジはトランペット似合いそうだな。あー確かに。おい、俺の髪見て適当に言ったんだろ。トランペット花形じゃん。レコード店。でかい CD だな。レコード。CD とレコードで音が違うとか言うけど、あれって本当なのか。俺は違いが分かる自信がねえぜ。さすがに CD とレコードも分かるでしょ。さすがに。リスン、悪いやつが泣いて謝るのはすっきりするね。泣き寝入りが多い世の中だしさ。そういや、お客さんたちが噂してたんだけど、怪盗団って知ってる？それうちの子が話してたよ。子供のいたずらか脅迫か便乗かなんだろうな。本当か嘘かわからないけどさ、実在してるなら面白いと思わない？あ、この人がジャジュの店長なんだね。うんうん。おこの通りな。あそこの店と名前無料券に書いてあるのと一緒だな。ペインガインスニッパー。マジかよ。ペンギンスナイパーだろ。英語の成績大丈夫かお前。ああ、それだそれ。じゃあ行ってみようぜ。少々お待ちを。ここはパスタ屋。ふむふむ。おすすめはパッパルデレとおレッキニデデデデデデデを楽しめます。言えた。我が輩噛まずに言えた。さすが、さすが大谷育恵さん。ハッパルディレアンニョロ。ダメだ、味も見た目も想像がつかねえね。私なんて言うの諦めたし。これが違いか。店の数も減ってきたな。戻ろうぜ。待って、なんかここめっちゃ見たことある気がする。気のせい？なんかこの辺文房具店なかった？来たことないのに。絶対なんか別の騎士官と思うけど。カフェ。おしゃれなカフェだな。アンドのがさ、アンドのを誘うならこういう、なんだその目は。いや、この店ペットもからしいから大丈夫なんじゃねえの。誰がペットだねえ。私リュウジのそういうツッコミマジで好きだわ。センスが合ってる私に。まだらめったらとんだ詐欺師だったわね。情熱帝国の特集大嘘じゃない。まったく展覧会なんか行くんじゃなかったわ。あなたが進めてきたせいだからね。そこで人のせいにする？なんだそれ。お前だってベタ褒めしてったくせに、俺なんか部長等のゴルフをわざわざ断ってだな。まだらめ、学校でモノマネ流行ってるよ。と、今日お詫びよ。うん、はぁ。ダメよ、犯罪者の真似なんかしちゃ。もうパパのせいでマミちゃんに悪影響が。そういうお母さん、嫌だな。輸入おもちゃ店。あーなんかあるね。なんだっけ、なんだっけ、めっちゃミッキーハウスみたいな。海外のおもちゃ売ってる店か。やっぱこっちのとは違う感じだな。木でできたおもちゃが多いな。これくらい作れそうじゃないか。そんなこと。エコーウェイブアウトドアショップ。うん、山がある向け、海がある向け、アウトドア関連の商品を使ってるのか。アウトドアやる女子って本当に増えてんだな。けど男向けの山ボーイ海ボーイって言わねえのはなんでなんだ。確かにキャッチーじゃないからとか。おお、ここだここだ。やべ、バーとか超いい。緊張するわ。うん、お子ちゃまめ、恥ずかしい姿は見せるなよ。バーってるって。でどうするよ、もう店の中入ってみるか。ちょっと待って、まだ街を歩きたい。いいぜ、店の場所はもう分かったし、ちょ、もうちょっとブラブラしようぜ。ちょっと一旦こっちのルート行くか。パワーストーン専門店。あ、しかも行ける。この店お宝っぽいのがいっぱいだな。パワーストーンってあれだろ、お守りっぽい、なんか不思議なの。じゃあちょっと覗いてみるか。いろいろ見てってください。黒い石、これがなんかあれね。あれね、みんな伝われ。あーなるほど、威力が上がる系か。いいね、あ、いいね。4万円か。おいおい、鼻血が出るほど高かったな。けど本当にパワーがありそうだったぞ。要チェックだな。怪盗団の役に立つかもしれん。この店覚えておこうぜ。買わなかったらこういうセリフ。メガネ屋。メガネの専門店か。いろんなタイプのメガネがあるんだな。そういやお前メガネって伊達なんかなんで
そう、ずっといい気になってたんだよね。だってなんか、じゃあジョーカーになっ、まあジョーカーの時あれか。なんで伊達なの？え、なんで？おしゃれってこと？なんで？そうなんだ。まあでもメガネのフレームがあることによってあんまり外界とちょっと壁ができるよね。だから自分を守るために使うこともできるよねって、なんかレン君の立場を見て思っちゃっただけなんだけど、おしゃれなのかな、レン君の。へえ、ちょっとニヤニヤしちゃった。似合ってるよね、レン君。俺もメガネかけたら頭良さそうになっかな。そうなんだ。なんでなんで検索したら出てくる。あ、探してる店は確かここら辺だな。ちょっと戻ってみるか。居酒屋。え、ここがまだやってないってことかな。ここら辺は夜にならないと開かないみたいだな。夜の雰囲気はどんな感じなんだろうな。ちょっと見てみたい気もすんな。四茶屋からさ、夜のうちに来れる感じの距離だ。ドーナツ屋？おい。我が輩、大変なことに気づいた。なんだモルガナ、どうした？ドーナツって穴が開いてる分損してる。お、そっか、そりゃ大変だな。まあね、火が通りやすくするようにね。アンティークショップ。芸術的な骨董品でいっぱいだな。こういうのはこの前の美術館で腹いっぱいだわ。ステーキ屋。 A5 ランクの牛肉を40日間熟成、溶けるような食感をぜひご賞味ください。うわ、食べてー。やめろやめろ、すげー食いたくなっちまうだろ。ここは危険だ、すぐに離れようぜ。4000円ぐらいまでなら出せる。え、吉祥寺でなめんなって感じかな。なめんなだわ、ごめんなさい。ワインバー、ネズミの穴蔵。100種のワインをご用意か。ワインってブドウから作るんだよな。そんなに味って違うもんなのか。ワインは奥が深いんだぞ。赤とか白とかあるしな。モルガナの説明って浅いってことは分かったぜ。モルガナあれなの、成人してるってこと。まあ、知識として知ってるのかもね。なんて言うの、居酒屋。あー、ここら辺は居酒屋なんだ。ラーメン屋。夜だけやってるラーメン屋か。こういう店がすげえうまかったりするんだよな。ラーメンみんな好きだよな。2時間とかの行列の店もあるんだろ。すごいね、とか言って。居酒屋。ここの通りは夜人気があるって話だよな。ちょっと見てみたい気もすんな。だね、一緒に来る今度。何ここ。お香屋。あー、お香屋？あた、怪しい匂いがプンプンするぜ。お香なんか興味ねえだろ。どこで使うんだか。え？買わないの？よっしゃ。お。この辺はもう変わんないんだろうな。いいね。ちょっと私一人で来るんだったら勇気いるけど。肘ぶつけた。なんつう狭さだよ。すまんな。あ、肉まん。中華まんや。この肉まんコンビニで見るより断然うまそうだぜ。確かに、ちょっとだけ買ってみないかな。あ、兄ちゃんたち熱々の肉まん売ってるよ。はい、どうも。しょうがないな。ナポリタンまん。めっちゃ美味しそうだね。じゃあみんな仲良く肉まん食べんしゃい。ありがとね、また来てちょうだい。なるほどな。ナポリタンまんに山椒肉まんか。味が気になりすぎる。いつか絶対食ってやる。とりあえず安いやつだけどみんなで食べよう。もぐもぐもぐ。食べてます。食べました。男子高校生1個じゃ足りんかもしれんが。これ、え、ちょっと待って、全部見た？ここなんだっけ？引っかかる。あー、コンビーフとかのとこね。で、ここ見て、ここも見て、ここは変わんない。で、文房具屋の前に出る。なるほどね。ということで、大変お待たせしました。今回のパートは吉祥寺を
余すとこなく、探検する回で終わりました。待って、これ調べたっけ。カフェ、おしゃれなカフェだな。あ、いや、ん、あ、セリフ変わってる。おすすめは自家焙煎エプスレクソか。アンドノと誘うって言ってたよね。あー変わってるなあマジ。あ、そういや、ねえ、そんなことある。あ、そういや、さすがですわ。ちょっとさすがにそこまではって感じなので。あ、そういや、今回はこの辺にしといてやるぜお疲れ様でした。次回こそ入ります。またねー。